準決勝戦は横山選手をマークしていかがでした。あのすごいかかってたんで。そうですね。自分はあの援護できたと思います。決勝戦は関東勢がたくさん上がってきています。どう組み立てますか？と。横山君と別船上原君別戦なんみたいなんではい。自分は横山君について頑張ります。連日抜けなかったんですけど、明日は抜けるように頑張りたいと思います。準決勝戦はかなり警戒されましたね。 警戒さえちょっと苦しい展開になりましたねそこでも力で持っていくところはさすがですねなんとか行けたって感じです決勝戦は西は1人ということになりそうなんですがどう戦いますか早いところからの仕掛けっていうのはまず考えれないんですけどまう、あ、まいとこいいところを突いてって一発狙いたいなと思います 2>, 2日間の走りいかがですかそうですね、うん と、まあ、一着取れてるんで、まずまずだと思います。決勝戦はどう戦っていきますか。そうですね。えっ、ー、と、上原君、藤原君の三番手、固めたいと思います。直線のコース取り、イメージできてますか。いや、まだできてないです。<laughs> はい。一生懸命頑張ります。応援お願いします。決勝戦メンバー、印象いかがですか。いや、もう、格上ばっかりなんで。 あのしっかり自分がやることやって優勝できればいいなと思います。どう戦っていきましょう。もうオールマイティに何でもあのやります。コーチの500番句はどうですか。あのコーチ記念で決勝にも乗らせてもらったりしててあの相性はいいんで、はいもう優勝を目指すのみです。和田選手はどう戦っていきますか。えっと北であの次郎さんが回してくれるんであの。 長澤の番手で勝負したいと思います。長澤選手の今シリーズの走りはどう映ってますか？すごいいい競争してるんで、あのー、いい位置を回れると思ってます。うん、となれば直線いい位置だと抜け出し期待できそうですね。まあ、チャンスがあったらしっかりものにしたいですね。長澤選手のラインでかっを連携したことっていうのはありますか？そうですね。今年の初めも走ったし。前にこっちで。 先行しててくれて決勝に乗った時もあります北日本勢で上位独占というシーン描きたいですよね。そうですね。はい。意気込みをお願いします。そしですあの連日、ちょっとギリギリの勝ち上がりですけど、足はたぶんよくなっているので、明日も頑張ります。関東勢がたくさん勝ち上がってきましたけれども、藤原選手はどう戦っていきますか竜に任せます。上原選手、コンシリーズの動きどうですかいいと思います。 どんな展開が理想的ですか。まあリュ好きに走ってもらっていいです。あと君足はどうでしょう。まあ援護できてあのゴール前勝負できるような展開だったら最高です。連勝での勝ち上がりいかがですか。初日一着っていうことであの緊張もすごい抜けたのであのそれが準決勝にもつながってまた一着取れて良かったです。決勝戦はどう戦っていきますか。 そうですね。あの中川さんまた任せてもらえるってことで、しっかり自分の持ち味出してあの初優勝を目指して頑張りたいと思います。ラインは2社になりますけれども、風を切ってというシーンも考えられますか。そうですね。あのこだわりなくあの見せ場作って頑張るだけです。2>, 2走した手応えはいかがですか。あもう決勝いけてるんで自分です。準決勝戦は先行してそのペース配分も含めてコーチバンクどうでしょう。まあ展開とラインのおかげで決勝に行けました。 どう戦っていきますか。あ、もう自力で。頑張ります。北日本勢で。ライン上位独占というシーン、どうでしょう。はい。一生懸命頑張ります。